じゃじゃーん。はい、大黒様前です。シュシュ。商店街一人もおらんね。誰っちゃおらんで、これ。この屋さんです。これぞ究極やね。誰もいない。今日は商工会も休みです。なんか山盛りになっちゃう。面白そうやね。歯医者さん、他の美容室。ここは図書館です。人がいた。人がおるやん。わ、人がおるやん。よいしょ。ん、竹さんとこシャッターは開いちゅうけんど。岡林さんとこやね、ここが。百十四銀行、これ香川の銀行なんですけどね。高知は四国銀行と高知銀行と、あと高知信用金庫か。よいしょ。これどこ行きよ。ああ、川村君とこや。ここや、ここや、ここや、ここや。和光さんくや。もう一遍行ってこうか。ビューって商店街。まだけどこれ5分しか経ってないぞって。町田の肉屋さん、東さん、藤森の鮮魚屋さんのお弁当も美味しいね。あ、ここペットショップができたんだよ。ウルッペさん、真鍋さん、ここのたこ焼き美味しいね、左側ので。おむすびの米太郎、このなぐみっていうのがうちがやっとったお店です。ここ電車の終点よ。ちょうど電車来てないな。あ、ここまで20分に1本電車来るんですけど、これすごいね。茶釜蘭亭、茶釜蘭亭、あれがあったんやけど、ごめんね、マーシューけん。茶釜蘭言うて高知の、YouTuber さんがおるね。わ、みかん全部売り切れちゅうやん。通行、生姜は残っちゅう。これちょっとバックするけど、見えるかな。あそこにアップできるかな。ピュッ。猪町から YouTuber を目指していますって。はい、よっこいしょ。和光のお肉屋さん、はい、ここ入りますよ。よいしょ。ナンバー映るとまずい。よいしょ。すいません、予約を入れた久武って言いますけど、川村さんのお宅ですか。散髪しちゃってもいいですか。お前飯食ったか。食べた。女かや。嘘言うよ、俺目を見て物言うて。よっしゃ。ということでご飯食べたみたいですよ。これすごいものを見つけましたよ、皆さん。わ、これトロピカルな気分を味わってください。いかがですか。うわ、これ最新鋭の、最新鋭のじゃないか。すごいねこれ。いやー、いいねこれ。なんかトロピカルな、あの川村くんの趣味らしいです。ここはどこでしょう。はい、私は久武です。ボッサボサです。
いつぶりかね、これね。あれ、タイへ行く前に来ちょったかね。8月のタイの前に来ちょったかな。2ヶ月ぶりぐらいか。いや、見なくてもね。手を止めないように今日は邪魔せんように散髪してもらおうと思ってきました。普通やったら1時間で終わるのは、前回1時間半かかってたからね。30分俺が川村君の邪魔をしてたということで、今日は今1時前何時1時か2時に終わってもらうようにやりますんで、皆さん見ててくださいとか言って全部やります。見ててください、2時に終わりますよ。うん、俺一人喋ってるから川村君勝手にやってね。前回川村君とこの上げたのがね、180再生ぐらいとかね、イノの中ではトップクラスやね。イノの動画では川村君ができるのが1番になった。2番があの大黒屋の方じゃん。川村君のビデオは2本あるんだけど、両方が結構いちょったね。ファンがいっぱいおるもんね。でも彼は今最大者なんですよ。独身じゃないんですよ。40何年間独身貫いた。そこ掃除しても映らん。大丈夫カメラがある気言うて鏡を掃除言うけど鏡映らんもんね。はい。これ明日生放送じゃないけどプレミアム放送いうかでやる気、携帯で見る気見てやる。あ、でも携帯あれかな、ガラケーか。僕はガラケーですけど、嫁さんが持ってますんで。そうかい、嫁さんが持っちゃったらチャンネル登録してや、行くちょってね。え、そう、40何年間独身だった。47年ですね。あ、47年独身で50を前にして、そうですね。え、ついに踏み切って一緒に家も買ったという。すごいですよ川村君。お隣のね、仁淀川町、同じ阿川郡なんですけど、この仁淀川沿線の、仁淀川町っていうところからね、出身なんですけど、とってもいいとこなんですけどね。ほんまにええとこやな。いいとこです、はい。ま、え、急に阿川村やったかね。僕は阿川村です。話しかけない、今日は話しかけても返事するなよ。1時間で終わるっすね、はい。そうか、仁淀川町の多分右へ入ってたとこの、国道から右へ入ってたとこの中津渓谷。あ、中津の方な、中津渓谷の上にあるところですね。え、中津やったらあれやんか、旧の池川や。はい、中尾です。あ、あれ中尾か。中尾です。いや、中尾じゃなくて、ん、池川はね、中尾渓谷ってあるんですよ。そうかね、わかったもんな。学校の場合だと今か。そうです。あー、なるほど。俺上にちょっとで、どの辺なの。スキー場があったりしますね。わー、めちゃこっこまで行きません。藤原健介さん。藤原健介、そこです。そりゃもスキー場から行ったらずっとしたやないか。島なのか。ずっとしたやないか。そこまで行かない。藤原くんは5つもっと上やろ。僕上ですね。ねえ、はい、俺青年部で一緒やったんだけど。あ、そうなの。小学1、2年生の時の5、6年生か。そうですね。彼は子供の頃から真面目で優しかったやろ。そうですね。そんな暴れん坊じゃなかったやろ。ねえ、なんか紳士やもんね。そうだね。え、あそこもあれかよ、その平家の落ちるところか。そうですね。あ、そうなのやっぱり。僕のところ。なるほど。行ってますね。帝のご出身で。帝の。平家。落ちるたち。なるほどね。
越えていろいろ山越しして、うん、松山行ったりとか、うん、ね、いや俺んとこの山なんかまあどこにもつながってないこともないか、鏡村にもつながっちゅうし、中尾にもつながっちゅうか、今みたいな道はなかったないとね。あ、いかまた手を止めよ。口は口は動いてもええけど手を止めるな。普段の通りに行っていいですか。あ、いいですよ。丸坊主にしちゃいますか。風邪ひくでね。これずっと撮れるんですか。撮ってない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 、赤が集中です。撮ってない撮ってない。撮ってない撮ってない。ヘアファクトリー川村第三弾って。変なこと言うたらマジじゃないですか。もうなんか。いや俺なんかね、昨日の放送で生放送じゃないけど、俺の個人の電話番号言うとったのと。うん、でも最近俺電話なっても出ないきね。着信履歴ばっかりや。見て名前が出ちゅう人は電話する。せやろ、もう久たけば電話に電話やつおらね。今日変なこと言うけど、はい、あ、また出る。鼻毛が1センチ伸びてますね。ハサミで切ったけど、まだ全部よう切ってない。切ります。ここで切ってもらおうって。切ります。動画に映る気ね、鼻毛ね。電話ちょっと電話出ていいですか。いい。その間にくっちゃべるよみたいな。あ、まずいね。あの、まずい電話やったらピーって入れる気。あ、今7分、合計で11分。いのちょんの紹介ビデオ作ろうか思うてね、え、思いよって今日本当はね、最初の案ではあれなんですよ、家から歩いて墓場駅、 JR 墓場駅まで行ってね、これで汽車に乗って、いや汽車なんですよ高知はね、四国は土山線は電車じゃないから、で汽車に乗って一駅いの駅まで行って、駅で降りて、あ、ここが井野町だとか言ってね、これで商店街歩いてみようかな思って、思うは思ったんですよ。予定は予定であって、計画は計画であって、なんや違うか。予定は見て、実行は川村君とこ来てます。はい。真面目にするで、真面目に。ええお店ありますよ、でも井野町どこがいる、送迎車とか交流者さんを見てたら、あの花屋さん、違います、そこの井戸の、あれやろ、そんな、あ、普段何、え、これを展示して売りは、これとか作って売りです、高知新聞にこうやって取り上げられたの、取り上げられてる、表紙になってますね、あと切手にもなっちゃう、すごいね、すごいね、あと、あそこの切手にもなっちゃう、なってますよ、ちゃんと人の話聞かんもね、今日は気球で。自分がくっちゃべる場合じゃいかんぜっていう話だね。手にもなってます。タツの絵とが、ハリコの人形さんが、切手になっちゅうのと、それからあと、お猿さんも、切手になってますよ。有名なとこない？有名ですよ。あんまり宣伝してないですけどね。藤井さんググってみて、総流者やと。有名ですよ、なかなか。すごいことしてますよ、穴場の店、あんまり全然宣伝されてない、みんな知らんだけだと思うがですけど、さっきのこのブーって上がるは使えそうだね、画面の外からビューって上がってきて、こんにちは、久竹ですっていうのはどうやろう。あと、はい、もう一つ、石川電機さんのところの、石川電機ってあるでしょ、吉和君のところ、ね、隣になんかちょっと面白い、雑貨屋さん、あれ橋の手前のひ、こっちから行ったら左かやない、あいおい橋の、あ、そうじゃなくて、そこの電気屋さんです、石川電気さん、電気屋さん、あれは西川さんの娘だろ、そうですよ、昭和線の西川商店の娘って言ったろ、あ、そうですかね、うん、なんかちょっとこの間おかん冒頭出しちょったら出しちょったら
同級生の掘り違いを、はい、あっちもこっちも顔出してきて、俺で変な変顔しちょってから消してくれ言うてよYouTube 上げちょったからやけど恥ずかしいき消して言うてて、P で行こうか思ったけど、もうあっちもこっちも動いちゅうきマスクかけれでよ、もう結局動画消してあげなおいたその時に俺取材の許可取っちょったからやけどね、おかんに言うちょって言うて、うん、1回ね入ったことある。あります、うん、なんか手作りのビーズとか花が、はい、そうですね、あの面白いものいっぱい作っちゃうみたいな、僕お店ねハンドメイドの ね女性向けのお店みたいな気ね、なんか買うてあげた、いや用配用入ってないです用入らんかった。あとあそこのディセットっていう、ディセットディセットさんってサニーマートの向かい側で、うんうん、服屋さん、婦人服を売りようあの、うん、渡辺さんという方がおるんですけど、うんうん、そこのふんどし、うん、何ふんどしです、ふんどしがすごいあのいいですよ、ふんどし。それは男性用の、男性用も女性用もってます。あ、両方あるの。あります。いやでもそれ取材に行こうかな、面白いですよそう、うん、俺ふんどし文化ないからね、子供の頃はブリーフやったけどね珍しいっていうか。河村君腰巻きしちゅうかい。腰巻きはしたことないですね。いやないやろ。腹巻きはしたことありますけど、はい、腰巻きと腹巻きは違うことだ腹巻きはまあ首巻きの親戚みたいなもんやけど腰巻き言うたらね、はい、あの女性のあの下着を、はいはい、うん、昔ねあの俺んとこのこないだ動画で見てもろうた、はい、あの池があったところの、はい、うん言うて言うても川村君も知らんがよけど、おととい流した動画でねうちの実家を紹介したがよ、はいはいはい、でそこの池があったところに、はい、ヒバが住んじゅう小屋が小屋というかね、はい、あって、はい、その後ろが竹やぶ長いやけど、はいはい、でそこなところへねその腰巻きをあの干しちょったかったよこれでね、はい、干したらお母がよ、俺のおかやけどまだ生きちゅうけんど、ケイシーかん山んばが来ちゅう言うて、ほら山んばに連れて行かれる言うて、悪いことしよった山んばに連れて行かれる言われてから震えやがった思いがあるけどね。あらこんにちは、お子さんご無沙汰してます。ご主人ちゃんと晩昼ご飯食べた？やっぱり俺に嘘をついたね。や嘘をついたらバレるということを知らんねえ、お前は。目を見て喋りじゃないって言われたちょっと言うの用事がありまして、すみません。とりあえず気になるから明日ね、あのライブでね、プレミアム放送で夜9時からあの YouTube で流す気を見てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。6ミリでいきますよ、うん、今日おかげさまでね、今朝1200人超えちゃった。すごいすごい、うん、なんだけど本気でやってますね。すごい YouTube なんてないですか。そうなのよ、でもね YouTube から返事が来ない。まっことなかった YouTuber になったんでしょ。もういや、てか1000人で審査基準なんかやけど審査基準超え中がやけどよYouTuber から返事、YouTube から返事が困ってる。アピール先生がアピール、ほんまよ。 YouTube はね、人で検索しやせんらしいとね、機械で検索しゆき、顔文字とかいっぱい打ったらなんか跳ねられる人がおるがかりよ。うちのチャンネルにも一人若干おるがやけど、うん、顔文字いっぱい書いてコーテーションマークバババババーって言ってたらあのスパムじゃないですか言ってね、要チェック、チェック外さないと表示されない人がたまにおるんやけど、だから機械でねなんか検索しよるから本当に審査しよるものかな、うん、まあでもちゃんとしないでしょ。いやだって今日で1ヶ月で多分。そうですか、うん、先月のね、1日か2日の日に1000人超えたかったよ。しだたけどすごいですけど、本当にそれをやっちゃろうと思ってやりよんで
最初から言うてはんねん。ほら、千人目指し中期宣伝しちょってよ、言うてほら、うん。でも最初の頃の動画って見たら恥ずかしい恥ずかしい。そうでしょ、うん、けどね、やっぱりね、恥ずかしくても何でもね、あの下手な鉄砲も数打ち当たるで、あのやっぱりね、200本ぐらい動画作らんと、チャンネル登録者って増えんがやと。そうですか。うん、誰も最初は一つやでね、一個から。有名な人おりますよね。うん、誰かって、子供らに。ヒカキン。そうそう、ヒカキン歌うんですよ、ね。有名だね、うん。俺、見たことないけどよ。ヒカキン歌うんですよ、ね。子供にすごい人気があるみたいな。あと、釣りのね、動画とかも面白いよね。田村君、釣り先輩。前のが、昔、中学生ぐらいの子が好きやったんですけど、あそこやったらアメゴやろ。アメゴやりましたね。ねえ。前がすぐパワーやったので、アメゴ行きました。なのかやろ、あそこは。下なのかって言います。ねえ。真冬の思い出した。あ、そうです。俺の釣りって突然入るけど、引き出しが飽きねえこれ。CRC 吹いてくれんか。大丈夫。俺は指紋なのか、あの小学校へ、あの出前授業に行っちゃったんですよ。何をするんですか？法人会で税の勉強、はいはい、小学生に、あの 消費税とかほら、はい、いろんな税があるやんか、はい、うん、で、もしも税がなかったらって、どっちがいいですかって最初に聞くわけやけど、あの税金があるとないとどっちがいいですかって、最初はね、あの結構税がない方がいいって言って、有効も何パーセントか1割ぐらいおるんやけど、でそれで授業まあやって、うん、でもう一遍聞くやけど、税金があったらどうって聞いたら、まあ大体はみんな税金がある方がいいって言いました。名前誰だったかな、なんか鳥のお化けのなんか、そうなんですよ、ビデオがあって、15分間のビデオ、最後に。それは法人会が用意してて、ほら。あの全員が使うんだけど、あとのぶっちゃけ側は、まあ、自由だから。よく間違うのは、郵便局は、あの税金が使われてるか使われてないかっていうのが、どう思う？使われてますよね。あ、ブーやな。ブーやな。小学生と一緒やな。民間に変わったんじゃないですか？民間に変わったけど、民間に変わる以前から、郵便局っていうのは独立なんですよ。そうですか。だから他へ補助は出しんで、はいはい、郵便局の簡易保険の補助施設とかいうてよくあるやんか。はいはい、でも、あの国の税金も全く入ってない。そうですか、うん、だから民間になっても今でも一緒よ。郵便局さんは補助金は全く入ってない。そうですか、うん、っていうのが引っ掛け問題で、だいたい先生に振るんやけどね、うん、お名残惜しゅうございますが、お前飯食う時間ないなってやん。何時よ今。大丈夫です、20分。かんや、そんなんです。次のお客さん10分待ってもらおうか。もう俺映像本当にこれちょっとかっこいいしましょうね。ちょっとかっこいいしましょう。もう今日の動画のほら朝のうちに撮ったっけ、うん、これ明日のやつも覚え気をできたけど2日分余裕ができた。前に撮らんとかあるんですか？いや、そんなこともない。取らないかんっていう義務はないやけど。取った方がいいです。一応毎日あげるけど。またなんか新しいもん、こっちへ。え、こうだろう。え、こうなの。グリースですね。グリース、ブリスとは違う。ブリスとは違う。ブリスです。なんかいい匂いがする。そうでしょ。え、いい匂いするでしょ。で調べてるんじゃないですか。 YouTube で調べるかや。スマホで調べる。12月になったかもないわね。ねえ、そうなんですよ。だから俺次散髪来るの多分1月か2月なんだよね。そうですね。河村君とは年に6回しか会えない。最終の10年で60回しか会えんのか。それ
かないよ。ちょこちょこあのテーブル振りますんで。そんなことない。はい、ありがとうございました。はい、終わったぜーって。これ名人の川村君のライターやけど、川村君のライターはね、海を渡ってタイへも何回も行っちゃったね。あ、電車が来ちゅう。電車がどうですか皆さん。わ、女性の運転手さんなんや。かっちょいい。藤井さん良かったですね。JR 井野駅です。ここは駅前広場につき駐車を禁じる。よいしょ。いかんなあ、いかんなあことないか。いかんのや。いけませんですね、ねになっちゅうね。はい、ようこそウェルカム神々の町美濃。はい、今いるのは美濃駅です。で、最寄りの駅は墓場駅です。こんな感じね。じゃんじゃーん。お隣は西条市です。お隣は高知市です。お隣は土佐市です。お隣は日高村です。お隣は仁淀川町です。お隣は久間高原町です。って感じやろうかね。あ、またお隣は大川村さんです。お隣は土佐市で土佐町さんです。はい、そんなところです。あ、これタコのカツオじゃない、コロコロカツオ。うまかった。うまいですか。うん、うまかった。クズやったけど。え、クズっていうか、あの結構柔らかかったでしょ。なんかふにゃふにゃになって。あーねー、身が硬いんで。あ、そうなの。で、今最近目生姜を入れて焼き出したんですよ。目生姜か。目生姜を入れ出して。それは何、茹でて、酢でつけて。え、酢でつけて。あーなるほど。そう、目生姜を入れた時、若干食感がコリコリしちゅう。さらにこう、まあ美味しいですよ。ぜひ井野町へおいでて食べてみてください。水曜日にサニーマとアクシさんで営業してます。今日水曜日かな。今日土曜日や。今日土曜日や。来月はね、水曜日ないがです。ないがかい。作業所の関係で。へえ。ララちゃんたこ焼き出店予定は、あ、土曜日なんや。日曜日もや。土日、だいたい土日です。へえ。明日もやってますよって。明日の夜9時からライブで、ライブじゃねえわ、プレミアムで放送しますよ。久々の井野町の紹介動画。見ますね。はい、心してみんと1時間あるで。見ます、見ます。はい、またお願いします。はい、こんにちは。高知熱帯魚サービスの久竹です。いつもありがとうございます。
今夜もプレミアム放送をご視聴いただきましてありがとうございます。あんまり人の話聞いてないねって多分皆さんチャットで盛り上がってると思うんですけども、あれですよ、あれですよってね、いかんな、コンテストの動画、フェイスブックもいかんね、25メガ以下の動画でないと送れないですね。今日試しにやってみたらマックスが25メガみたいですよ。だから藤井さんが言われるみたいに、スカイプを、これスカイプってマイクロソフトなんで、安全性は高いと思います。でスカイプを落としていただいて、スカイプで僕の ID を検索をしていただいて、久竹圭司のつれづれ草という ID に変えましたんで、これを検索してもらったらファイルが送れますんで、何メガぐらいまで送れるんだろう、藤井さんちょっと試してみないかんね。藤井さんに送ってみようかなんか、どうしようかな。藤井さん今なんか風邪ひいてね、具合悪い言ってたから、また別の日にしようか。だから多分藤井さんが送ってくれたやつが、7分ぐらいの動画送ってくれてたんで、問題なく1分動画は送れると思うんですよ。だからぜひスカイプを入れて送ってください。Facebook から送っていただくとね、圧縮せないかんですよ。俺何にしたかな、まあまあ、Facebook っていうのをクリックして小さいのにしましたね。22メガぐらい、1分動画で22メガぐらいに圧縮して、でもだからちっちゃいですよ。YouTube に載せるのには動画の質が落ちますから、ぜひ、HD っていうやつね、1980×何ぼかな、のサイズで送ってもらう方が動画が綺麗に見えると思うんです。皆さんご意見お願いしますというかね、スカイプが一番いいんじゃないだろうかっていう僕のご意見です。もしくはですね、明眼さんにもお話したんですけど、12月15日までに DVD に焼いてですね、うちの方に送ってください。でその際に、まず自分のお魚、自分で撮った動画で、参加してくださいね。参加料は無料です。で1分に編集をお願いをします。コメントを挿入するしないはご自由です。で、コメント挿入しない場合はね、テキストで構いませんから、まあ紹介の文章を入れてください。僕の方で、動画に、テロップで入れたりすることはしますんで、よろしいでしょうかあと音楽も自由で、著作権フリーでお願いしますよ、ぜひ、はい、著作権引っかかるやつはダメですよ、お願いします、くれぐれも著作権言ってきたらその時点でもう音楽消しますからね、ぜひ著作権フリーの音楽をつけられてもいいと思いますんで、ご自分なりにアレンジをしてですね、我が家のベタコンテスト、ぜひ参加お待ちしております。商品はね、順次増やしていきましょうね。今日堂さん以外はまだ商品届いてないですから、はい、ぜひお願いします。まあ抽選方法とかもまたおいおいに考えましょう。一応今考えたのは、コミュニティに番号をね、動画にはお名前を載せずに番号を載せて、これに多分1回しか、でもみんながみんなあれできるんかな、でも1回でしょ、1番から番号つけとって投票するっていうの、あれパーセントが出なければいいのにね、便乗してトップの人にみんな乗るっていうのもあるかもわからないんだけど、まあまあ、Google フォームかどっちかちょっと勉強します。はい、ぜひお願いします。コメント紹介いきましょうね。今日ハムハムさん、ハムハムチャンネルさんがお子さんと一緒にね、遊びに来てくれてました。動画で今日もうお昼に一本にあげました。まあ
まあ10分あったんでね、もうこの際あげようかなと思ってあげらせてもらいました。というのが今日の動画撮りっぱなしだけど結構長いんでね、あ、散髪してるのでこう1時間あったでしょ。でまあまあね、サニーワートとそれから町内車で走ったの、まあ藤井さん向けのビデオになるんですけど、うん、皆さんご視聴ください。もう俺の顔をここら辺にね出すようにして、行きたいと思いますんで、で順番にコメントを紹介させていただきます。今日はね結構大事なコメントがいっぱいあったんですよ、うん、でスカイプの画像は挿入しますね、はい、あのスカイプをダウンロードで検索していただいてもすぐ行けますんで、僕はねあの最初から入ってましたよなぜか、うん、だから皆さんも入ってるかもわかんないですよパソコンの方は、うん、あのスカイプ for Windows 10をダウンロードとかいうのがありますけどね、今すぐ使うっていうところをクリックでいけると思うんですけど、はい、あるね、デスクトップ、モバイル、タブレット、Xbox、Alexa、うん、よくわかんないけど、はい、いろいろありますんで、スカイプを検索、もしくは僕が貼っとこうか、ね、スカイプの忘れるね、でもね、はい、忘れるけど覚えてたら貼っときます。はい、チャンネルのコメントピッ、新しい方から行こうか、はい、今読み込んでます。どっから来たかな、あ、初コラボっていうのも、あ、浜田、あ、浜浜さんお疲れ様です、いっぱい買いましたかってコメントいただいてましたありがとうございます、藤井さんがねあの仕事から帰ってきて、うん、動画はいいところで1分にしてください、コンテスト用ですって、お、これは俺が書いたか、藤井慎一郎さん4番、うーん、そうか、あ、いっぱいコミュニティに書き込みしてくれてるんですね、朝鮮ブナとかワイルドにそっくりって、だってアナバスカですもん、藤井さんグラミーはアナバスカだから、グラミーじゃなくてベタはアナバスカだから、これまぶしいわ、またまぶしいまぶしいまぶちいまぶちいですよ、うん、だからグラミーの仲間なんですよベタちゃんは、はい、そうなんですよ、岡山に生息してるんかね、ベタの近縁種が朝鮮ブナ、岡山に生息しているそうです、ワイルドベタにそっくりって、島根にもいるかも分かりませんよ、即あの川に一度ね島根の川でガサガサしたことありました、ヒナハで捕まえましたよでも夏のね40度超えてる日だって、フェーン現象で、だかわいそうだからそのまま返してあげました、気持ちよかったですよ、はい、うん、こんなの見つけましたって、これあのベタの種類のあれだったんですね、皆さんあのコミュニティ、僕のページの上のコミュニティに藤井さんが貼り付けてくれてますんでチェックしてみてください。ピンマイクはって俺言われると思ったんだよ、昨日の動画でね、景品ついたで、あれあっちもこっちも行くのにピンマイクついてたらこれ有線なんで、引っ掛けちゃうからもう外してたんですよって言い訳してますけど、はい、うん、コペポーダ調べたらケンミジンコ、うん、とっても強烈な匂いがしてましたね、だからこれあの多分今週中には入ると思いますんで、うん、はい、藤井さんリードモア、毎日の恒例行事になりつつあるって、西堂さんのスポンジフィルターは吸盤が4つついてて、うん、いいですよって、安定感が抜群です、他社さんのは1個ですということでコメントをいただきました、ありがとうございます。これも仕入れないかんね、あー、今頼んでこよう、忘れる、はい、今発注をかけてもらいました、じゃじゃーん、
なんか風邪ひいたみたいってね、藤井さん気をつけてくださいよ。早く今晩までに直して藤井さんのために井野町の動画を作ったんですからお布団の中から見てくださいってね、体大事にしてくださいね。はいはい、ニョンガンさんありがとうございます。こんにちは。自然の風景と川が澄み渡ってて純景、絶景な地域ですね。お魚さんもいっぱいいそう、いっぱいいますよ。うん、アメゴもいるしね、でアユも夏はいるしね、もう今の時期は下ってきているんだけど、うん、とってもいいとこです。はい、仁淀川の主流なんです。あの仁淀ブルーっていうね、言葉が今あるんですよ。うん、仁淀川のその青い色っていうね、うん、これ今結構ヒット商品なんで、あのいろんなものに仁淀ブルーって名前をつけて販売されてます。お酒とかね。はい、何何バイキンマンいいね。浜浜さんお疲れ様です。いっぱい買いましたか。ああ、さっきの読みましたよ。もう浜岡さん、はい、ありがとうございます。エースベタさんありがとうございます。こんにちは。社長、質問なんですが、仕事の都合で1週間開けるそうなんですよ。これはね、稚魚が生まれたばっかりで、1ヶ月の方はねもっと構わんと思うんです。で、生きたバクテリアとして市販されているのは何があるかな。 PSB って手に入りますか。 PSB を入れとけばある程度何日かの餌にはなると思います。で、固形飼料の場合はもう通常通り朝あげていって、あとはもう PSB を入れておくっていうことで1週間乗り切ってくれたらいいねぐらいしかもう言いようがないです。特に生まれたばっかりの稚魚の場合ね。そうなんですよ。まあ1ヶ月の方は PSB 入れときゃ持つと思うんですけど、もうかなりね体力ついてるんで、いかがでしょうか。他に何か皆さんいい方法があったら、ぜひエースベタさんの方に、ご教授ください。僕は生きたバクテリアでは PSB ぐらいしか思いつかない。ミジンコがあったら、ミジンコは淡水で生きれるんで、ミジンコを水槽の中に入れるという手もあると思うんですけど、ブラインは淡水の中では長期間生きれませんので。はい、うん、そうか。カカオ豆さん、はい、ありがとうございます。前とは違うベタのヒレが裂けたんですけど、何をしたらいいですか。放置でいいですか。あとこんなに、あ、こんにちはか。なんでそんなにカカオ豆さんは次から次にヒレが裂けるんだろうか。レイアウトというかね、もしお構いなかったら水槽のレイアウトの画像でいいですから、あの info@k-n-s.co.jp まで、画像を送っていただくか、できればですね、カカオ豆さんのチャンネルに、うん、動画かなんかを上げてください。短くてもいいですから、ぜひ検証してみて、あの次から次へそんなにヒレが切れるっていうのはおかしいですよ。なんか原因がある、混泳させているのかね、なんかヒレをかじる魚が一緒にいるのか、ショーベタでハーフムーンで枝の流木入れてるとか、なんか原因がありますよ。で、言ったみたいに、前にも言ったみたいに、そのヒレを再生はする薬はないんです。だからこれは自然治癒力、お魚さんの再生能力に任さんといかんです。でもその感染予防っていう意味のね、塩翼プラス、まあ、グリーン F ゴールドでもいいし、リキッドでもいいしの治療、まあ、予防ですよね、がいいと思いますんで、まあ、予防ですから 0.3% 以上のお塩が入っとれば、うん、大丈夫だと思う僕は。はい、カカオ豆さん、ぜひカカオ豆さん、カカオ豆さん、はい、ぜひ動画をアップしてください。はい、リードモアさん、艦隊さん、はい、おはようございます。いろいろあって少し、離れてましたって、大丈夫ですか。ご報告としては、以前に白天からの松笠病になったこの経過なんですが、元気にご飯食べるようになったのですが、数日前に朝起きたら突然お星様になられてたんですってね。
マスカサは本当に治りにくい。でもまあ塩の効果で、餌食べるようには回復してたんですけどね。なんでだろうな。さすがにこれはショックで でかかったですって。これを機に飼育環境を変えてみようかと思います。そこで質問なのですが、底砂を入れてみようと思うのですが、溶岩砂とかどうなんですか。高度とか上がるからいいのか悪いのか。これから忙しくなるので癒しの動画をよろしくお願いします、ということでコメントをいただきました。底砂についてはね、あってもなくてもそんなに変わらんと。まあまあ底砂入れることによってね、まあ溶岩石だったら多孔質ですからバクテリアの住処にはなりますよ。でまああんまりゴツゴツしたやつの大きいやつは入れない方がいいです。入れるとしてもっていうのは、まあ小ベタだとかだったらひれを擦れて欠損する可能性があるんでね。まあ掃除するときはもうホースですよ。ね、底砂入れた場合はね。爆破石なんかの砂なんかはもう市販されてるんで、ああいうのもいいかもわかんないですよね、ミネラル分の補給には。でまあどっちがいいかっていうのはケースバイケースですよね。瓶とかだったらまああってもいい、あったらバクテリアの繁殖巣にはなりますよ。まあでも水替えするときにゴミが残りやすいんでね、まあ瓶替えの場合はもう砂入れない方が僕は楽かなと思っています。はい。でやっぱりね、一番のポイントはろ過器をつけられることですよ。そうすると水質がいい状態で長く保たれますから、スポンジフィルターでもいいですよ。はい、ないよりはずっとマシです。はい。あとはそうか、松笠の原因っていうのはね、水の悪化から来ることが多いです。はい。次が、はい、なおさん、けいさん、おはようございます。とても空気が良さそうですね。あ、これそうか、五北地区のもまちゃんを紹介した動画にコメント早速いただきました。ありがとうございます。社長のとこでクラウンテール白買った子が黒が出てきたんですが、餌のせいなのかなっていうことで、ヒレなんかにちょっと黒はありますよね。で遺伝的にその子が持ってる黒なんですよ。だから水質の状態とか、大きくなってくると隠れてた黒が出てきたりとか閉じたりとかいうことはあります。はいはい、何不意に呼ばれたからびっくりしちゃいました。確認させていただきます。あ、そうか、藤浦さん、ごめんなさい、マクさんの名前だけ頂戴してよろしいですか。うわ、さっきのね動画の中で藤村さんも飼ってるんですよってハムスターちゃんを思いっきり笑わせてくれましたって俺が紹介したからねそう、藤村さんも高知のご出身だって。すごいですね、高知の人ハムスター好きなのかなありがとうございます。まとめてご覧いただいてますね。5匹中1匹がちょっと状態不良で死んでたので、こちらに関してだけ、はい、田舎のコンビだとお弁当安かったりお店の人も顔なじみで温かいんですよねって、はい、いうか顔が綺麗すぎませんめっちゃ羨ましいですっていうことで藤田幸隆さんからコメントいただきました。はい、すみません、今電話が入っとってね坂本さんありがとうございましたいっぱいいっぱいヤフオクの方で落札していただいてて本当にありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ぜひ動画をね、投稿してください。お願いします。はい、続いていきますよ。あー、そうか、つくよみようこさんでよかったんだね。はい、ありがとうございます。
昨夜の景品ツイッターの中で、なんて読むんだろうということで Google で、ググった方なんですけど、つくよみようこさんって言われるそうです。はい、ぜひ、皆さんよろしくお願いします。これシーズーちゃんかなねえ。チャンネル登録は俺だけだはい、ありがとうございました。どこ行った、これか。はい、何ってね今日は出かけていてプレミアム間に合わなかったって昨夜のことですね。12月の後半から成田高知空港へジェットスターの就航が始まるようなので、早速高知サービスさんに、高知熱帯魚サービスさんにお邪魔したいなと思っています。ありがとうございます。これで関東からのアクセスもすごく良くなったので、ぜひ今度お店周辺の観光地や高知の美味しいものなど動画に撮っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますって待ってましたよ。俺ねってゆっぴーさん実はね忘れてたんだけど、高知空港で動画1本撮ってるんですよ。高知のお土産紹介っていうのを。まあまあ別にタイムリー、ちょうどタイムリーなんで、明日の夜でも一緒に見ますか。明日からね僕議会が始まるんですよ。で、まあ、明日は午前中だけ、10時開会で多分議案の上程があって、日程を決めて、それで町長の行政報告を受けて、終わりますから、午後からはいます。で、火曜日は1日議案の合同審査、休会中の合同審査ということで、いないです。で、水曜日は休会だったね。水曜日はいます。で、木曜日が質疑の時間で、まあ大体議案がちょっと少なかったんでね、12月は。多分まあ午前中かなっていうところなんですけど、金曜日は委員会で、これ午前中僕は総務文献常任委員会に所属してますんで、委員会に付託される議案、条例関係なんですけど、総務文献っていうのは総務課関係、そして、教育関係の議案の審査が、委員会審査があるんですけど、3本だけだったと思うんでね、まあ午前中に終わります。はい。で、土日はお休み。ほいで、月曜日も一般質問の準備のため、休会で、火、水、木は一日仕事です。一般質問が3日間あるんでね。で、火曜日、水曜日、木曜日か。来週の木曜日まで、伊野町議会が開かれます。ぜひ、伊野町の方は、傍聴に来てくださいって一般質問どうしようかなと思ってね悩んでるんですけど、はい、あ、そうそう、ね、あれね500円で発売してましたよ、高知成田。銀座飲みに行こうかって言ってた方がいたね。就航記念で500円で販売してた。通常どれぐらいなのかな、3、4000円ぐらいですか。今全日空の国際線の切り込みで片道5000円ね。で、早割で1万ぐらいでしょう。ねえ、だからどれぐらいかな。成田まででも飛ぶというのはいいですよね。国際線の選択肢が増えるね、高知の方は。高知はね、今羽田まで飛んで、成田便だとバスで移動せんといかんですからね、結構値段かかりますもんね。まあ僕は関空経由です、車で行って。はい、京さんありがとうございます。最近ちょっと動画の時間が長すぎて、はい、
すいません、スマホでは気軽に見れなくなって辛いですねって、できれば前の15分ぐらいの方がありがたいです。で、京さんのコメント見て、15分動画13分ぐらいの今日2本上げらせていただきました。まあ、プレミアム用に作ってるんでね、まあ、お構いなければチャットで参加してください。はい、お願いします。ありがとうございます。よし、今日結構コメント多いですね。はい、細井さんありがとうございます。早速エピ踊りさんに、DM してくれたそうです。ありがとうございます。リードモアさん、あゆチャンネルさん、あ、違うか、リードモアさんってぎっちり間違うな。リードモアっていうのはこれもまだあるよっていうことで、今日もお疲れ様でした。昨日はプレミア間に合わずに今日は途中からなんとか間に合いましたって。年末は何かと忙しいですね。ベタさん動画を早く1分に編集せればと思いながら何日も経っています。出来上がったら LINE ID 教えてください。メールします。あ、大丈夫ですよ。 LINE ID は OK です。 LINE は多分いけるんですよね。うん、俺1分動画は送ったことがあるんで、まあ変換されてるかもわかんないけど、多分送れると思いますんで、はい、お願いします。 LINE の方はそのままね。で、お構いない方はそのまま久竹啓司のつれづれ草ってちゃっグループ作ったんで、昨日も誰だ、浜岡さんと誰だったかな2人でずっとやってましたようん、あれ、そうか、なくなってるよ。何かな、 LINE あった、ピッ、 LINE アプリ、はい、あ、これ電話番号ログインせないかんのかい。いや、携帯がないわ。いちいち携帯でログインせないかんのやね。わあ、いかん、俺持ってないもん今。あ、持っちゃった、持ってました。あ、俺ほんと喋ってましたね。あ、まあいいんですよ。だからお構いない方は、これ見られた方は登録してもらったら多分 LINE で出てきますから、僕の名前が。うん、で、ま、なんか送っていただいたら、久竹啓司のつれづれ草の方にご招待しますんで、あとは選択はお任せします。はい、参ったな俺。何の気なしにこう、マーカスさんの絵あれしとったよね。うん、今日はありがとうございました、おいでていただいてねえ、コメントくれてたの、市内の方だったです。で、なんだ、そうそう、カメラでこれを読む。違うんけ、違う、ビデオと撮ってもいかんのか。LINE で開く。ログイン。確認、ログインしました。はい。すごいね。いっぱいいっぱいですよ。ユッキーさんと浜岡さんが永遠に思うすごいな、長いなこれユッキーさん、これ通知オフのやり方なんでノートに貼っておきます。何かな、通知オフって。 LINE グループでトークの通知が止まらない、通知の個別オフで解決しよう。あなたの知らない LINE の使い方、 LINE は通常の個別オフ機能がついて、集中したい時はちょっとグループからお離れして、ほんほん、メッセージの数が、なるほどね、いろんなあるんだ。俺これもじゃあ、星にしよう。完了、ありがとう。あとでまたゆっくり見せていただきます。はい、じゃんじゃん。はい、フォーリーフカバーさん、ハイグローの S と M、 それからコペポーダ100は販売されてますよ。あ、どうもありがとうございました、本当にね。うん、うちの方も早速注文を入れさせていただきましたんで、安吉 .com さん言ってるってニョアンさんは、DVD に焼いて送ってくださいね。ありがとうございます。はい、
ベタベタさん間に合ったと思ったら最後の瞬間そうだったですね、ありがとうございます。今日も9時からやりますよと、ここで9時からやりますよって告知したってダメだよね、うん、はい、今日も9時に間に合うように今作業をしていますが正解だね。間に合わんかったら10時になっちゃいます。2時間前の8時にアップロード始めない、あ違う2時間前だったら7時か、まあまあ7時半ぐらいにアップロード始めたら9時には間に合うと思うんですけど、ご飯も食べないかんからね。はい、いっぱいいっぱいね、ニョンガンさんとか、明日命をに行くよって、これ僕だね、はい、行けたら行くってはい、ベタベタさん、さっき気づいた、私熱があるようです、多分昼から気づいたのはさっきって、ああそうなんだ、母や強しですわってね、ご苦労様です。うん、はい、デスティニーさん、景品ですと、ちょうどアクアボックス買おうかと迷ってたんで買うのとりあえずやめとこうということで、ぜひ、ね、動画を撮影してください、お願いします。多分ここ紹介したかな、ロバのパンですか、懐かしいです、私の小さい頃は本当にロバが引いていましたよって。あ、全国にあったんだ。ああ、兵庫県と岡山の境、連絡遅くなりましたがバッグ届きましたって、うん、あそうか、おめでとうございました、いろいろありがとうございます。私も社長と同じでキーボードを見ながらポチポチですからねなかなかコメントできません、これからも動画楽しみにしています、よろしくねということで、広方正義さん、ありがとうございましたうん、みきっぽさん、みきっぽさん、こんにちは。ベタの餌について質問をさせていただきます。家にいるファンシーローズピンクの子と黄色の恋ベタに光ベタの餌を与えているのですが、最近色が黒っぽくなってきました。これは餌のせいでしょうか、餌も関係あるとしたらどの餌を与えたら良いのでしょうか、よろしくお願いしますっていうことでコメントをいただきました。うん、これが光ベタですね、こっちがアドバンス、読んでたらアドバンスは色揚げの成分が結構入ってるんで白い子にはあげない方がいいと思うんですけど、まあ、 程度によりますからね、赤い先光は特急の色揚げということでシミが出るっていうことで報告をね、ご連絡をいただいたんで、だから白い子には使わんとろうねって。でもともとその杏林さんの方はあの餌単独でやるのは控えてくださいっていう書き方をされているそうなんです。うん、だから光ベタの中には色揚げの成分以外も入ってると思うんで、まあそのまま疲れても問題ないと思うんですけど、あとそのだんだん体が大きくなってくると色が変わってくるというのはあります。特に恋ベタなんかはマーブル模様なんで、1ヶ月経つとねかなり色の模様が変わってきますよ。うん、だから餌のせいではないと思うんですけど、まあ、若干赤みが強くなったりとかいうのはあるとは思います。よろしいでしょうか。うん、あそうかそうか光ベタの餌を与えてるって書いてるのに俺がまた餌は何を使ってますかって質問してるけど、質問したら光ベタのアドバンスの方だったんですね。はい、あ結果的にオーライだったですね。だからアドバンスの方は色揚げの成分も入っています。はい、ハムハムチャンネルさん、今日はありがとうございました。あ、ロバのパン屋だ、そういえば今日見かけたなって、サカーのフリーダムのパン屋さんも移動販売してますよねって。サカーのフリーダムさんっていうのはね、フリーダムさんはサカーじゃなくて日高なんですよ。でドコモがイノとサカワなんですよ。うん、で会社一緒なんですよ。ドコモショップイノ店がパンを焼いてるんですよ。うん、そうなんですって移動販売でね、とっても美味しいです。俺はね、バターパンかな、バターサンドが、ミルキーか、ミルキーが好きなんだけど、食パンがすげえ人気あるんですよ。ドコモさんの、ドコモさんのって言ったらおかしいかね、
フリーダムさんのパン、うん、フリーダムさんも何台も、トラックがありますもんね。軽トラで移動販売されてます、うん、はい、ありがとうございました。あ、そうや、今日ね、そう、あのフリーダムさんじゃないけど、ドコモショップ井の店さんもご紹介しますよ、井の店の紹介あ、でも結局ドコモショップ井の店では問題解決せんかったよ、うん、誰か教えてってはい、木戸ゆきさん、いつもありがとうございます。息子が小さい頃、うちの公園にもおじいちゃんパン屋さんの車来てたわって、懐かしいですねって、はい、ありがとうございます。おんちゃん待ってってねあれは完全にあ、後から撮ったやつですからね、おんちゃん待ってはねうん、僕が動画を紛失してしまったんですよ。一緒に削除しちゃったみたいでね。実はロバのパンの動画は以前にうちに来てくれたところを取材してたんですけど、はい、だから もう撮った時にすぐあげようと思ってあげました。はい、おお、浜岡ベタさんはそうか、日常さんの産卵箱使いようがやね今日は飲んでますか、浜岡さんうん、あー、そうかそうか、浜岡さん家へもロバのパン来てたんだね、うん、ねえ、浜岡さんは佐川の向こう、佐川じゃないわ、久保川の向こうの旧の佐賀町、今はなんだ、名前黒潮町で、ね、黒潮町ですねの方なんですけど、はい、ありがとうございます。うーん、藤田幸隆さん、いい運動になりましたねって、俺ぜいぜい言ってましたよ、自分で言っといてね、あと追っかけるからってこういうパン屋さん愛知ではなかなか見かけないですが、実際に車で焼いてる焼きたてメロンパンの移動販売は何回か見かけましたねって、本当に焼きたてで美味しかった、これね3、4年ぐらい前からですよね、多分フランチャイズでね、システムを売りに出したんですよ。で、イノでもやってましたね、うん、知り合いの方がイベントでね、焼きたてのメロンパンを販売されてました。美味しいですよね、焼きたてはね、うん、はい、なおさん、けいさん、社長もう全部買っちゃってくださいってそんなに食べれないですよ、はい、昨日のお昼食べてね、あ、最後の1個は俺今日のお昼に食べたかお、アンドルのじじいさん、忙しいね、土日も仕事ですか、揚げパン食いてーって揚げパン美味しいですよ、うん、3時に食べるといいですね、揚げパンはね、小豆がね脳を活性化するらしいですよ、3時に小豆を入れるといいっていうことで、昨日俺ぜんざい買ったから今日の3時に、あ、今ちょうど3時だ3時に食べてこようかうん、細井ゆうきさん、桃ジャムうまそうやん、揚げてあるのはあんドーナツ、カレーパン、朝昼晩 夜もパンがいいなって書いてますよ、揚げてあるのはあんドーナツとカレーパンです、はい、あとね、間にいちごが挟んだやつとかね、カスタードのやつも揚げたパンに挟んでましたね、うん、夢ももさんもいただきました、お疲れ様です、舌が回らなってきて美味しそうなパンですねって、走って追いかけてても、でも買いに行きたくなる気持ち分かります、いいですね、手作りの温かさが伝わってきます、こちらもほのぼのした気持ちになりましたということでコメントいただきました、ありがとうございます。はい、なおさん、けいさんのイクメンパパは昨日紹介させていただきましたと思うんだけど、そうだね、ロバのパンにもまた書いてくれてたね、抜かってないかな、ちょっともうちょっと見てみようか、はい、あ、これは読んでないよね。 KATM さん、
またたっくんのこと言われとるって、これはたっくんはレギュラー出演するしかないねって。そやね、小松さんが小松さん時々見てくれてるらしいんで、俺言ってないんだけどな、チャンネル登録お願いします言ってあ、なんかちょこちょこ広まってるみたいです。あんまりでもまだ知られてないね、いの町初の YouTuber に。なんで今日で1ヶ月なったのにまだ審査中になってましたよあ、いの町初の YouTuber が生まれる日はいつなのかな。それよりももっと7日の日の、あのライブ解禁が気になってます。忘れんと解禁してねって移動販売車は子供が小さい時聞いてくれてましたね。時代とともになくなり、野菜屋さんは唯一来てますって。高齢化している日本、子供が親の面倒を見て当たり前の時代はなくなりましたって。高齢者の方々が買い物不便している姿を多く見かけますので、移動販売車復活してほしいと切に願います。いいですね、うん、しかしパン美味しそう、私ドーナツみたいなパンもお願いします。久竹さんのおじいいいですよ、パンぐらい買いますよよし、そうか。はじめまして MF さん、 MF さんありがとうございます。高知弁ですか、いいですね。で、土佐弁って言うんですよ。高知は土佐弁と畑弁とあるんですね。久保川を境に西が、あの四万十川の方はね、畑弁なんです。中村の一条湖、京都から中村に来た奥下様、一条湖の お町ですね、畑地域は。はい、あ、ハムハムチャンネルさんが正確には高知弁じゃなくて土佐弁と言います、すいませんうるさくてって藤井真一郎さん、これ、ピンクください、追いかけてる時に息切れがアクションカメラの出番ですね。それにしても半世紀続けているとは、ということで、ありがとうございます移動販売いいですねって。小さい子供連れだと買い物に行くも大変だし、最近はネットスーパーを利用しています。そうですよね、子供さん連れてったら大変だもん。以前ご登壇したダンボプラカットですが、またプカプカ浮いてしまっていて、マジックリフと遠浴をして10日ほどになりますが、なかなかあの水位下げてましたよね。水位下げて治らなかったら、ちょっとそれで固定してしまったのかもわかんないですね。あの現実的にあります、わかります。はい、唯一その最初の初期1週間急性期には餌止めたりして治るんですけど、それを過ぎて慢性期に入るとなかなかちょっと治らないっていうのがありますね。あとはね、俺海水魚ではやったことあるんだけど、お尻から針入れて、あの注射針刺してプクって空気抜いてあげるとシューって沈むんだけど、なかなかこれはね、個人ではやめといてください。慣れないと怪我さしますからねあの海水魚のね、そこから捕まえるじゃないですか、10メートル以内はそんなに問題ないんですけど、あの時間をかけてじわじわと上げてこないと、あの減圧症にかかっちゃうんですよね、魚がね。で、浮き袋がパーンと、よく釣りして底物を上げてきたら口からこうって胃袋が出ちゃってるじゃないですか。ああいう症状がその海水魚捕まえててね、あるんですよ。まあ連天ヤッコとかね、まあ、25メートルとか30メートルぐらいで捕まえたやつは結構時間かけて上げてこないと、水槽で飼うの難しいですね。その時にまあ急いでて上がった時にはもう注射針持っとって、お尻から刺してプク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 って抜ければ OK なんですけどね。だからそれをやればいいけど、ベタはちっちゃいし、まあ、海水魚はね、ある程度こう手で触って浮き袋あたりをピュッとお尻から入れて刺すとポコポコポコって空気が抜けちゃうんですよ。はいはい、何これは誰だ、男の子維新さんがコメントしました。欲しいです、毎日見てます。はいはい、ありがとうございます。初めてコメントいただきますね。3分前にコメントをいただきました。
はい、ありがとうございます。チャンネル登録させていただきましたよって。そうか。ということは、維新さんも、男の子維新さんも、動画を撮って、お魚を送ってください。動画を送ってください。スカイプで送ってください。もしくは LINE で送ってください。もしくは DVD で送ってくださいって一応15日を締めにしましょう。はい、ということでお願いをいたします。動画のサイズはできるだけ大きいやつで 1980×1200 いくらとかいうのがあると思うんで、それでお願いしますね。の方が綺麗に映りますよ。はい、携帯で見るのにはちっちゃくて問題ないけどね。はい、次はどこだ？コメント。はい。ああ、車を追いかける久竹さん笑いましたって。あゆかさんの面白いですよこれ。途中で何回も動画。のどかな地域ならではの風景ですよねって。高知のパン屋さん。私はコミベーカリーって。ねえ。ああ、プライバシーがちょっとあるんでここ外そうか。ああ。近くに来た際はぜひ食べてみてくださいって。広め市場などにもいつか店舗あります。ありますよね。あのママにもあるよね。でもねあゆかさんは知らなかったんだ。俺久竹知ってますよ、高知の人間だから。命はいくら軍部と言ったって高知市まで10分ですからね、県庁まで。でね、ちくわパンが美味しいよねって書いたら、ああ、コミさんにはちくわパンはないです、どんなパンかな、食べてみたいなんて返事が来ましたからね。で、俺がコミベーカリーさんの定番予定で、田舎の有名ですよ、井野町からね、みんな買いに行くのは、みんなあのちくわパンを買いにコミさんへは行くんですよ。ちくわパンとあと何かいろいろ買って帰ってくるんですよ。それだけ有名なんですよコミさんの。ね、毎日ガードマンさんをつけないといけないよ。駐車場あるんだけどガードマンさんが出るぐらいの人気のパン屋さんですからね。で、12月はすごいですよね、クリスマスケーキの予約が。ここのケーキは美味しいですね、クリスマスケーキ。はい、遊漁所、俺なんか言った？藤井さん、藤井さんまだ寝てないんだ。コメントしていいよか。そうか。寝てないとダメじゃないか。あれ、かがこれか。コメント送りましたよ、寝てないとダメじゃないかって。ポチ。はい、ありがとうございます。どこまで行ったよ、すごいな。おー、そうかね、高知は本当にご飯がどこでも美味しいですね、万歳っていうことで。あ、やっぱ高知県人やね、高知家はみんな家族焼き。島崎和歌子も家族焼き。おね。はい、あ、そうよ、今日テレビで見たんですよ、誰や、あ、いかん、あんまり名前が出てこんな、今全国版になっちゃったんだよ、氷川きよしじゃないわ。いかん、名前は出てこん、引き出しが出てこん。フェイスブックも友達にしてもらったんだけどね、今もうまあ全国版になったからね、今日のお昼の NHK で撮ったね、三山ひろし君。全国版になっちゃった、応援よろしくお願いします。はい、はいはいの、この辺りまで買ったかなね。ありがとうございました、たくさんのコメントありがとう。これで時間足りるかな。はい、じゃあいうことで、今日はね、お魚まだ取ってないんだ、取れたらつけますね、つけね、あのなかったらもうそのまま、いうことで、はい、ありがとうございました。